皆様こんにちは。今回はチットチャットをやっていきたいと思います。はい、では今日はこれ使います。下地、ネイチャーリパブリックのグリーンデルママイルドシカビッグサンクッション。ちょっと久しぶりのチットチャットですね。なんかそう、最近字幕を入れるようにしたんですけど、すごく時間がかかるんですよね。やっぱり普段の前の編集よりも3倍とかぐらいの時間がかかって、それ前も言ったと思うんですけど、だからね、ちょっと頻度がやっぱ落ちちゃって、動画撮る時間がなくて、私結構こう自然光の撮影をしたい派なんですよ。やっぱメイク一番ね、色が分かりやすいから。だけど昼間やっぱできなくなっちゃって、ちょっと頻度が落ちちゃってるので、どうしようかなーって思ってたんですけど、でもやっぱりでファンデこれ使います。 Too Faced の Born This Way Undetectable 24H ファンデーション。そう、やっぱりその寝かしつけとかね、音が出せない状況で見てる方も多いみたいで、すごく字幕助かりますっていうコメントもたくさんいただいて、あ、やってよかったなって思うんですけど、その反面ね、やっぱ頻度をもうちょっと上げてくださいっていうコメントとかもいただいて、どうしようってなって、そう。で、まあ、だから、こう必要な、なんだろう、工程とかのところは字幕を入れて、それ以外はいつも通り、全部字幕ではない感じにしようかなと思ってます。ゆるく見れるようなメイク動画、このチットチャットとか特にになればいいなと思ってこの動画作ってるので、ちょっとガチガチかなとかも思っちゃうんですよ、字幕入ってると。これ伸ばします。だからまあそんな感じで、ちょっとずつなんかいろいろちょっと試行錯誤しながらやっていきます。なんかフルでちゃんと説明しながらのメイク動画は全部字幕とかにしようと思ってます。そういえばね、髪の毛染めたんですよ。オレンジの髪の毛の後にもう一回だけブリーチをして、オレンジ感強かったので、でグレー系のカラーを入れました。で今こんな感じ、ちょっと寝癖すごいんですけど、ちょっとグリーンっぽい感じですね。すごい私の好きな色。そしたらローレアルのコンシーラーを使います。危ない。色がですね、ヌードベージュっていうカラー、これすごく好き。乾燥そこまでしない感じなので、私でも使えるコンシーラーっていう感じですね。だんだんあったかくなってきて最高って思ったら、ガクンと寒くなってねえっていう感じですね。なんか最近口周りがすごく荒れてて、なんかそれって食べ物が良くないみたいに言いますよね、暴飲暴食みたいな。特にね、してる感じは、暴飲暴食してる感じはないっちゃないんですけど、まあ、ちょっとね、マックとか食べる機会が増えるとすぐ出ますね、なんかプツプツプツって。マックとかって食べない時は全く本当に半年とか食べなかったりするのに、食べ始めるとやばくないですか。気をつけないとね。私だよってね。そしたら、シェーディング最初入れてきます。この、もうね、底見えしたんです、2個目が。これインスタグラムでも言ったんですけど。ねえ、これね、思い出深いですよね。昔から使ってるから。結構これをインスタグラム載せた時に、これを買った思い出を皆さんね、DM で教えてくれて、にゃーんってなりました。ハワイの新婚旅行ですぐ買いましたとか、なんか結構ロフトとかでまだこの取り扱いがあるところあるじゃないですか、コーナーみたいな。まあもうね、なんかもうなくなりそうな感じで全然端っこの方にあるんですけど、そう、今でもあるかどうか確認だけしちゃいますって。かわいいと思って、これね。で、あとはね、これオレンジっぽく出ちゃうんですけどっていうコメントもあったんですけど、これはね、オレンジっぽく出ます。っていうのも赤みのあるブラウンなので、赤みが合わない方は合わないと思う。なんだろう、普段グレー系のシェーディングとかが好きっていう方は全然合わないと思う。結構オレンジっぽく
出ます。だから私、まあ、今も もちろんめちゃくちゃ使ってるんですけど、日焼けした時とかすごい重宝してます。私の肌に合ってる。しかもこれ私ずっとライトだと思ってて、ライトって字幕でもずっと入れてたと思うんですけど、これブロンザーってカラーです。一番明るいカラーから2番目のカラーですね。ライト、ブロンザー、あとはまあ濃い色はもっとあるんですけど、ライトが一番明るいです。で、私はブロンザーを使ってました。1個目使い切った時は確かライトだった気がする。はい、私はブロンザーでも全然調子いいです。で、またこのロレアルのパウダーをダイソーのブラシでのせます。ほんとこれ優秀だから、ちょっとこれもう1個買ってこようかな、ダイソーで。このブラシ、これが一番なんかパウダーが綺麗につくし、こう最後にガガガガってなじませて余分なお粉を飛ばせるから、なんか厚塗りにもならずにすごくね綺麗に私は仕上がるんですよ。で、すっごい柔らかいです。100均だけど。そうで、マネージャーさんとかとも喋ってて、しーちゃん意外とブラシとか安いよねって言われて、確かに。まあトゥーフェイストとかマックとかは持ってるんですけど、基本は安いブラシ買うかも。特にこだわりがなくて、柔らかくて使いやすければいいですよね。よし。で、アイブロウ、ちょっとアイブロウ違うの使ってみようかな。いつもねアバンディケンだったから、メディアの久々に使います。メディアのパウダーアイブロウ、これもね底見えしてるの。これもねアーバンディケイ同様使いやすくてすごい好きですね。なんかこのこういうセリアで買ったブラシ入れでに入れてるんですけど、結構背が高いブラシ入れだからロージーローザも埋まるんですよね。ちょっと短いから。そして濃い色細い本取って眉尻描きます。いつも行方不明な。ほんとこれね粉が硬いの。そうそう、最近あのコスメ買ったんですよ、あのディオールのコレクション、夏のコレクション、アイシャドウとリップスティックの方を買ったんですけど、グロスも出てたんですけどリップスティックにして、あとはスティックハイライトみたいなのも買いました。よし、まだね使ってないから使うの楽しみで、アイシャドウ今日ねこれ使います。久々に NARS の NARS East Wanted アイシャドウパレット、これのここのカラーをベースでのせていきます。ちょっと今ね花粉が一時期すごくって、花粉っていうか黄砂がすごかったらしい日があって、ちょっと前に。そうで、その日に私も花粉そこまですごくなかったんですけど、もうね水鼻水が止まらない日があって、あと肌がかゆい日があって、そこからねちょっとね鼻声だけが治んないんですよね。鼻水はもうほんとその日がピークで、その後は割と引いたんですけどね、困るよね黄砂とかも。まあ なるほどねって感じなんですけど、私そんなに花粉ないから。そしたらここをクリスに入れます。このカラーなんかねいつもと違う感じの鼻水の出具合。本当にさ、ちょっと薬局とか行っただけなのにすごいから、花粉症の方やばいですよね多分。地獄ですよね春。これ久々に使ったけどかわいい。やっぱり割と春カラーですね。グリーンとかピンクのラメが入ってるから。で、最近全然話変わるんですけど、考えてるのがちょっと有料にはなっちゃうんですけどの SNS みたいな、まあ一応ちょっとしたファンクラブではないけどそんな感じの SNSがあるのあるんですけど、それをちょっと始めようかなと思って。っていうのも結構ねインスタライブやってくださいっていうリクエストとか多いんですけど、
すごく恥ずかしいんですよ。恥ずかしいっていうか、なんだろうな、まあ SNS には自分の学生時代の人、あの知り合いとかもいるじゃないですか。恥ずかしいんですよね。でそしたらここのピンク赤っぽいカラーをちょっとまぶたの内側に入れます。そうで、ちょっと恥ずかしいし、その生配信の免疫がないのでと思ったら、それでその有料のやつでも生配信ができるっていうのを教えてもらって、で本当にこう払ってまで見たいっていう方がいればの話なんですけど、もしいてくれたらその人たちだけでライブ配信とかできるかなとかも思って、その方がね濃い時間を過ごせるかなとか思って、あ今下にも入れてます。そう、プライベートチックな写真とか、あとは撮影のね裏側とかお見せできたらなと思って、今ちょっとずつそれができるように動いているんですけど、そしたらこのね綺麗なこのザクザクのラメを入れます。そう、もしそれが始まることになったらね、あのお知らせします。やっぱね SNS、 インスタとかもそうなんですけど、写真とかさ結構上げるのに悩んじゃって、なんかみんな結構その私上げたい写真をバンバン上げてるんですけど、今もなんか結構みんなの見るとそのトータルで引きで見た時、あのなんていうのっていうか、トップページか、トップページの引きで見た時のバランスとか考えてるみたいなのを聞いて、そこからなんか意識しちゃってで揺らします。全然ねインスタ上げられなくて、でコロナになってから外にも出れないから、メイクの写真しかね、あの上げるものがなくて、コスメとか私結構意識しないと1週間とか平気で上げなかったりするんです。ストーリーはね結構上げてるんですけど、だから1週間空いたけど、トータルで見るとなんか私の顔、メイクの顔、まあ私はメイクをあの乗せたいんですけど、顔ばっかりババババってなるのとかなんか嫌かなーとか思ったりもなんかしちゃって、すっごい考えちゃって、で DHC のボリュームマスカラ塗っていきます。で上げられなかったりして、まあ上げる写真がないっていう感じなんですけど、そうだからね、そういう有料の方は本当にもうなんか何も気にせず上げたいなと思ってます。なんかね SNS って難しいですよね。写真上げたい写真があったり、好きなものがあったりすると楽しいけど難しいよねって最近思ってます。このナーズのパレット、あー最悪取れた。ナーズのパレット、ラメがほんと綺麗。このね DHC のマスカラも本当にいいんだよね。よし、そしたらアンメイクのクリーミータッチライナーの3番にしよう。これでインラインとアウトライン引いていきます。ほんとこれ描きやすいよね。これ販売終了とかになったらもう何人の人が困るんだろうってぐらい描きやすい。よし、そしたらちょっと春なので目頭にさっきのパレットのグリーンを入れようかな。ラメ、これさりげなくグリーンだよみたいな。そうしたらシェーディング入れたから、チークか、チークはこのマージのヘリテージブラッシャーの2番、これをめっちゃ使ってますね最近。特にオレンジカラーなので、このオレンジカラーがすっごく可愛くて
したらね、ハイライトも最近買ったこのフラワーノーズのハイライト、あのプラザじゃ、プラザに売ってて買ったんですけど、リベレーションっていうから、もうこのさ、パッケージがすごい天使だよ。で、中も天使めっちゃ綺麗なんですよ、これ。なんか最近はここから始まってこっちも見るようにしてます。丸顔なので。よし。でね、リップなんですけど、視聴者の方にね教えていただいたんですけど、私が大好きなメイベリンのカラーセンセーショナルの MNU11 番が廃盤になっちゃったじゃないですか。で、その後に新作みたいな感じでカラーセンセーショナルのシリーズがバーって新しく出たんですけど、割と似てる色がなくて、なんか MNU11 に似てるのはこれだよみたいなのがあるんですけど、買ったんですけど全然違うんですよ。だから本当にまあ似てるっていうあれなのかなって思ってたんですけど、視聴者の方がこのライキービューティーのスムースフィットリップスティックの1番が似てるからぜひ使ってみてくださいっていうコメントいただいて買ったんですよ。これとこの MNU11 が似てるということで、ちょっと今日は比較してみたいと思います。まず MNU11 番がこんな感じ、すっごい可愛いカラーなんですけど、とライキービューティーがこんな感じ。まあちょっと MNU11 の方が赤みが強いかな。でも質感はすごい似てる気がする。ちょっと塗ってみようか。 MNU11 から塗ると、こんな感じ。うん、ちょっと赤みが強い感じですね、本当に。で、ライキービューティーを塗ってみます。こんな感じ。うん、確かに似てるかも。っていうか、なんなら私ライキービューティーの方が好きかもしれない今の気分的に。もっと赤みが少なくって、でもっと保湿力がある感じですね。うん、あ、好きかも。なんか本当にこう赤みが少ない分どんなメイクでも合いそうなカラーですね。かわいい。このリップ教えてくださった方ありがとうございます。めっちゃかわいい。この2つで合わせてもかわいいですよね。これをベースで塗ってからこれを内側に塗るとかもうすごいかわいいと思う。へえ、これずっと使ってたっていう方はぜひこれも買ってみてください。ちょっと赤みは、あの赤みの違いぐらいで、あの塗った感じとかすごく、うん、似てます。かわいいMNU11 番もガシガシ使えるし、ライキービューティーもスタメン入りだね。よし。もうね、前髪がさ伸びてね、これぐらいなのよ。こんなに長いんです。だけど耳にはまだかけられない。わかるかな。本当にギリギリ落ちてくるっていう感じだから、ハーフアップが一番楽なの。まあ、とりあえず一回ストレッチします。最近コテを変えました。ビダルサスーンのコテにした。2000円ぐらいで安かったからあのサロニアの 2way 使ってたと思うんですけど、ストッパーが緩くなってね、あの火傷するので、こうパーンってここにくっついたりするので変えました。まずちょっと下はね、外はね、ほんと髪伸びたと思うな。もう肩につきますもんね、何もしてないと。今伸ばしてます。このもみあげは一回ふわんと空気を入れる感じで外はね、来るかな一回ふわんと空気を入れて最後外はね。最近の毎日のヘアはもうほんとこれだけをやっ
ってオイルたっぷり塗ってもう割とオールバックみたいな感じにしてます。今日もそれでいいか。この長さだからなんかできるヘアだと思って、私は結構この長さの時はいつもそういう感じのヘアスタイルをしてるんですけど、やっぱすっきり見せた方がね、このボブっていうか肩につくぐらいの時って私の場合結構髪の毛が多く見えるっていうかボワーンって見えちゃうので、しっかり外跳ねしてオイルでピタッとするのが好きです。で、ね、こっちの方が髪の毛多かったんだっけな、確か右半分の方が使いにくいな。でプロミルオイルをたっぷりつけます。こういう髪にも体にも使えるっていうものって罪悪感ないからたっぷり使える、なんか日中もヘアケアしてるようなイメージで、私あの髪にいいと思ってヘアオイル、洗い流さないヘアオイルを使ってたんですよ、ちょっと前まで。そのあ、こういうプロミルオイル使うんだったらその洗い流さないオイルの方が髪にいいしいいじゃんと思って使ってたんですけど、すぐ乾いちゃうんですよね、こうヘアオイルにしては、こうスタイリング剤にしては、なんかウェット感出したのになんかすぐ乾くなって思ってたら、インスタでそのヘアトリートメントっていうかそのトリートメント系のオイルとスタイリング用のオイルは違うみたいな書いてあって、なるほどねと思ってだからかと思って、そうまたプロミルオイルにしました。でこんな感じ、まあある程度オイルで前髪もしっとりさせておくと耳にもちょっと届くようになるので、ほんと外跳ねしてちょっともみあげだけこんな感じで巻いてオイルでピタッとって感じです。もう最近ちょっとあったかいのか寒いのか分かんないので、特にまあ前からそうなんですけどトレーナーを着ることが多くて、この髪型がねバッチリ合うんですよ。でオイルをたっぷり塗っておくと、あー髪結びたいなって時にすごくまとまりやすくなるので、こう急にね日中とかあー結びたいと思ったらこのまま結んでも割とタイトな感じで何にもせずに結べるので、こんな感じでおすすめです。はいはい、こんな感じが久しぶりのチットチャットでした。割と新しいものが多かったかな、そんなことないかな、うん、まあ久しぶりのコスメとかも多く使ってみました。はい、では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。